ショコラジ、ショコラジ、ショコラジ、口上美咲のショコラジ。皆さんこんにちは、 RCC アナウンサーの口上美咲です。広島のタウン情報誌ウィンクとのコラボレーションでお送りするショコラジ、今日のお相手はウィンク広島編集長通販こと椿みのりさんです。お願いします。よろしくお願いします。11月になりました、ね、ちょっと信じられないですね。いや本当早い1年あと2ヶ月で終わりますよ。怖い、どうしよう、怖いしかないですね。怖い、本当に怖いですけど、怖い怖い怖い。でも、うん、昨日はね、はい、10月31日ということでハロウィンがありましたが、はい、うん、どうですか、仮装しました？なんか。してないんですけど、いやちょうど昨日の夜、はい、本通り の、 あのアーケード商店街を歩くことがあって、はいはい、すごいたくさんいましたよ、あの、うん、仮装している若者たちが、うん、すごい結構キャラクター幅広がって、なんかお相撲みたいなでっかい人いたり、今年はね鬼滅の刃ですよ。そうだ、やっぱなんといってもそうかもしれない。なんかね、禰豆子っていう主人公の妹がいるんですけど、インスタグラム見てたら、うん、結構その禰豆子の仮装をしてる人が多くって、みんな竹食べてる。そこを加えてるやつね。あれなんで竹食べてるか知ってますか？知らない知らないです。あれはですね、あの、うん、禰豆子は、うん、半分鬼になりかけてる鬼なんですけど、うん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 、鬼にされちゃったんです、はいはいはい、だから人を食べちゃうんですよ。はははは、なんか噛み癖があるっていうか、それを竹で制御するために、うん、あ、それで加えてるってこと？加えさせられてるんですよ。あ、自分でじゃなくて。そう、あ、だからあれ結構後ろでね強くくくりつけてるんですよ。へー、初めて知った。そうそうそう、全然あの鬼滅をこのね大ブームなのか全く知らないという。面白いですよ。そっか、そう、無理にね、うん、進めるもんじゃないって分かってるんですけど、うんうん、見てほしい。これまでこれだけブームならねと思ってますね、本当に、うんうん、そうですね。まあ、でも確かに昨日、はい、私も、うん、夕方の6時ぐらいに仕事終わって外を出たんですけど、はいはい、結構いて、ね、たくさん、そう、びっくりして、なんか、うん、ドラキュラの格好した男の子とか、あとスーパーに寄ったんですけど、うん、スーパーでも中にそうそう主婦の方が、うそ、なんかね、なんだっけな、うん、教会のシスターの格好してて、黒、真っ黒のシスターの格好してるんですよ。で、うん、あの黒いベールを顔にかけてて、主婦でなんて買い物しながら卵買ってて、シュール。あ、多分現実にね生き戻ってきたんだろうなっていう風に思ったり、ね、楽しんだ後の現実今から晩御飯作るんだろうなって思って。そうだ、そういうのもそれ大事ですからね、うん、そうですね、なるほど。まあ、でもね、もう11月入ったんで、うん、多分今頃、うん、本通りのアーケードとかも一気に模様替えですよ。クリスマスか、一気にね。いや、スーパーとかでお歳暮っていう言葉を見た時に、はい、お歳暮って思ったんですよ。まずちょっと前にねえ、年末だなと思って、だんだん近づいてきてますから、ね、ハロウィン終わり、もうクリスマスですね。クリスマス、今年はね盛り上がればいいなって思いますけど、本当ですね、うん、私の中で、うんうん、今ちょっとクリスマスとかとは別に盛り上がってることが、何何あるんですけど、はいはい、それが、うん、料理なんです。おっていうのもいいじゃないですか。いいですよね、いい盛り上がり。そうなんです。で、うん、結構自分の周りで料理をする、うんうん、環境が整ってるなっていうふうに思ってて、というのも、うん、あのこのショコラジの前に、はいはいはい、生放送してる裏だかり日曜日、うん、はいはい、で新里さんという方が、うん、あのパーソナリティやってるんですけど、はい、うん、新里さんが、うん、あの毎週ってわけじゃないんですが隔週ぐらいで、うん、もう畑で採れたお野菜を持ってきてくださるんですよ。ね、そうですよね、そうそう、すごい珍しいのいっぱいあって、私もたまに見るとそうなんです、そうと思ってました。無農薬で、うん、で、まあ、レモンとかも農薬使ってないから、うん、本当に皮のまま食べられるとか、はいはい、で私は1000円セットっていうのを頼んだんですけど、本当にあの新里さんが今旬だって思うものを取ってきてくださって、うんうん、いろんなね種類の詰め合わせ、はいはい、持ってきてくださるんですけど、この間はスイスチャードっていう、うん、何それ、これは葉っぱ、葉物野菜が入ってて、スイスチャード、じゃあそれがね、これが、全然関係ないんですよ。私もそう思ったんですけど、うんうんうん、ほうれん草の仲間なんです。へー、知らない。でもほうれん草と違うのが、うん、あの茎の部分が赤いんですよね、うんうん、
あーなるほど。そう真っ赤で、だからほうれん草のおひたしみたいにして食べればいいよってお勧めしてもらったんで、お湯沸かして、うん、でスイスチャードを、スイスチャード、スイスチャードを入れて、うん、で沸かしてお湯ボコボコって、うん、でそしたらスイスチャードのその赤い色素が流れ出て、このお湯が真っ赤になるんですよ。真っ赤というかもうピンク色、めちゃくちゃ綺麗で、多分あれで染め物したら、普通にそのおひたしってことでお醤油かけて、味はじゃあ割とほうれん草に近い。味はそうですね、ほうれん草だけどちょっと茎の部分が太い、うん、シャキシャキした、うん、セロリの食感だけどほうれん草の味みたいな感じ。なるほど、癖がなくて、そう美味しかった、甘みが強い感じ、うん、へだそうなんですけど、へそう。その野菜をもう使ってそう料理するし、うん、あとは、うん、これですよ、欲張りヘルシープレイ、本当本当お仕事でも、そうなんです。だって料理のプロとかに教えてもらうわけですから、ね、まあ、でも上達しないわけがないですよね。そうです。結構ね、うん、レシピを教えてもらうっていうよりも私は料理のイロハを教えてもらってる感じ、うん、でもねそれはあるでしょうね、いろいろポイントみたいにね来てるし、できるだけ長いこと続いてほしい。自分のためにも自分のためにも。それ関係でこの間、うんうん、はい、それこそあのアンチョビ、うん、を使って料理してみたいなってなって、うんうん、でアンチョビを買ったんですね、スーパーで、はいはいはい、ありますか、買ったことアンチョビ。いやないし、ほんまに料理にアンチョビ使わないかもしれないですね。でもアンチョビって美味しいじゃないですか。美味しい美味しい。でまあ調べて、うん、もう どうやって購入するかっていうことから始めないといけなかったから。なるほど、アンチョビってうん、どうやって購入するんだって調べたら、うん、アンチョビは魚ですって出てきて、うん、あ、そっか、そうだ。いやこう分かってたんですよ、うんうん、一応ね。あ、でも魚が出てきたと。そうでも、はい、アンチョビって魚だってこと忘れませんか、食べてるうちに。え、そんなことないですか。私アンチョビなんか何々の何々虫、アンチョビソースを添えて、あー、ソースとかになってること多いからね。だからアンチョビイコールなんかのソースみたいな風にいつも転換されてて、パスタとかにもねありますよね、アンチョビ。そうそうそう、アンチョビパスタとか聞いたらアンチョビソースを使ったパスタみたいな、うん、魚であるとちょっと改めて魚だったと思いつつ、そうそうそう、でオイルサーディンになってるんですね。そう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 、で缶詰の中に入ってて、小魚みたいな感じなですね。そう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 、結構形がしっかりしてて、ね、魚の形、ね、そう魚アンチョビこんななんだって思ってそっか、で、うん、まあ、炒め物したんですけど、あ、はいはいはい、でアンチョビを 2,3 匹ポンポンポンと入れて、うんうん、ま、そうそう炒めたんですね、うん、はいはいはい、そしたら、うん、じゃあアンチョビってあの勝手に崩れてくれるもんだと思ってフライパンの中で炒めてたら、うん、そしたらなかなか結構形がね、うん、しっかり締まってるというか身が、うん、強くって崩れなくって、うん、なんかアンチョビで炒めようと思ったのにアンチョビを炒めた結構だってアンチョビって味濃いでしょ。そうなんですよ、それだけ食べたら辛ってなる。辛かったもうさ、お酒のあてにいいなって思ったんですけど、一緒にねいろいろなものにするといいでしょうね、うん、やっぱ刻んで入れるべき、ね、そうでしょうね、きっとちっちゃくなってますもんね大体ね、うん料理ってねちょっと奥が深いなというか、やっぱり丁寧にしないといけないかなって、うん、そうですね、違うんですよね、うん、ちょっと手を抜くと味が変わったりね、すごい反省しました。なるほど、うん、だから、うん、まだアンチョビ余ってるんで、うん、冷蔵庫の中にあと、ね、4匹ぐらい、あ、まだまだ使いますね、入ってるんでちょっとあの美味しい使い方してる方がいたらぜひ、はい、そうですね、はい、教えてください、うん、はい、ということで今日のショコラジはですね、はい、このあと午後2時までの1時間短縮バージョンでお送りします、はい、もう2ヶ月ぐらいずっと短縮バージョン、うん、そうでしたね、うんうん、まあ、だからいつ2時間たっぷり来るんだって思ってる方もいると思うんですが、うん、来週、お、来週は、はい、2時間ですのでぜひ楽しみにしてください、はい、その前に今日も楽しんでください。そうですね、はい、はい、そして午後2時からはですねベリーカップ RCC カープデーゲーム中継、名古屋ドームからの中日対広島戦が予定されています。そして欲張りヘルシープロジェクト、はい、のコーナーもあります。そうだ、はい、はい、フレスタとコラボをして料理をテーマにし、料理のプロ学生たちが考案したメニューのレシピを私淵上が実際に教わって皆さんにポイントをご紹介していくという企画です、はい、今日の料理もかなり、うん、ていうかもう私は本当に美味しいなと思うので、本当ですか、はい、ぜひ聞いてください、はいはい、そしてお便りもたくさん受け付けていますのでどんどん送ってきてください。宛先はメールラジオアットマーク RCC.net 小文字で
radio@rcc.net、ファックスは082221-3300、 082221-3300 です。ツイッターはハッシュタグショコラジ、カタカナでショコラジをつけてツイートしてください。では今日も午後2時までお付き合いください。フレスタプレゼンツ、欲張りヘルシープロジェクト。このコーナーはフレスタの提供でお送りします。さあ今日も始まりました、はい、おしゃれなコーナーです。本当ですね、はい、しっとりしてますね。先月から始まったお家で簡単に作れて、はい、家族みんなが満足できるヘルシーメニューをラジオと YouTube 動画で紹介しようというこのコーナー、はい、椿さん動画で見ていただき、見ましたよ。ありがとうございます、うん、1と2を見たんですけど、はい、1はなんかこう先生がこう作ってるの、真深が真上からこうね、うん、撮ってる料理動画みたいな感じで、はい、あの2の方は伏上さんが結構作ってるところも見れて、あ、そうなんですよ、うん、ね、生徒さんとかおしゃれな映像でした。とってもおしゃれなんですよ、はい、うん、ぜひ見ていただきたいと思います。いいですね、はい、はい、であのリスナーのチューバ奏者さんからも、はい、先週の放送で紹介されたフレスタさんコラボの濃厚チーズ鍋、うん、早速作って食べてみました。チーズの濃厚な食感ときちんとカロリー計算されたヘルシーさに感動しました、うん、これが自分のメニューのレパートリーに加わりました。で今回のメニューも楽しみにしていますといただいてます。嬉しいですね、はい、本当にありがとうございます、うん、ぜひですね今日の、はい、メニューも作っていただければと思います、はい、で今回の料理のテーマがありまして、はい、テーマはオリーブオイルで温かワインのおつまみレシピ、ということなんです。なるほど。これなぜかというと、はい、あの11月19日木曜日がボジョレヌーボの解禁日ということで、うんうん、そうか、そんな時ですね。そうなんです、はい、そうなんですよ、うんうん、ということで、うん、ワインに合うおかずにもなる温かいレシピを作ってみようというコーナーなんですね、はい、で、うん、今回レシピを教えてくださったのはフードプロデューサーの烏田泉先生です、はい、で、フードプロデューサーとはということなんですが、うん、はい、食にまつわる企画やイベントを行ったり、うん、食品や料理をより美味しく見せるための売り場作りを行ったりする仕事。なるほど。食のコーディネーターみたいな、なるほど、うん、感じ、うん、美味しくどうやったらより美味しく料理おしゃれに食べられるかみたいな感じなんですが、うん、なんかウィンクさんも以前取材されたんですね。そうですね、結構昔なんですけど、はい、あの烏田さんをご紹介させてもらったことがあります、うん、はい、ということで、うん、はい、そんな烏田先生に教えていただいたオリーブオイルで温かワインのおつまみレシピではどんな名前なのか、はい、発表します。こちらです。野菜たっぷり鶏のグランメールなんですが、これグランメール、メール、はい、料理名なんですけど、はい、ご存知ですか？全然わかんないです。ですよね。私もね、はい、ほってなって、うん、まず何語だってことと、あとなんかグランメゾン東京っていうドラマしか頭に浮かんでこなくって、うん、全然わかんなかったんですよ、うん。どんな料理かがね、わかんないですよね。そう、想像つかないですよね。はい、うんうん、なので、まあ、いつもはね、レシピ名と、その材料だけを見て私がまず調理をするんですけど、うんうん、ちょっと本当にわからなかったので、あの、どんな料理なのか、はい、事前に先生にちょっと詳しく教えてもらいました。グランメール全然想像がつかないんですけど、どういう意味ですか？ちょっとね、かっこいい名前がつけたいなと思って、いろいろあの今回鳥というテーマだったので、はい、いろいろ考えてみて、グランメールってあのおばあちゃんっていう意味なんですよ。へえ、実際にグランメールっていう料理名はあるんですか？はい、あります。で、これはおばあちゃんという言葉ではあるんですけど、グランメール風というので、まあ本当におばあちゃんのお料理だから、家庭料理、フランスの家庭料理ということなので、そんなに細かいレシピが、あの厳密なレシピがあるわけではないんですけど、まあいろいろなお野菜と鶏を煮込むというようなお料理です。へえ、そのグランメールというのはどこの国の料理なんですか？一応フランスのお料理ということで、フランスのもう家庭料理と考えていただければいいかな、はい、へえ、じゃあ日本でいう本当に筑前煮みたいな感じの立ち位置なんですかね？そうですね、肉じゃがかな、そういう感じの立ち位置かもしれない。今から私が作るんですけど、はいはい、大体どういう料理かっていうのだけちょっと作り方とか教えてもらってもいいですか？はい、まずまあ鶏肉がありますね。今日は鶏のもも肉を使いますけど、はい、それをまあカットして、それをまず焼きます、うん、
でカリッと焼いて一度取り出して、そこにまた切ったいろんなお野菜を、じゃがいもだとか、まあ、季節のお野菜でいいと思うんですけど入れます。それをもう炒めて、でまた鶏を戻します。それをただ弱火でクツクツと煮ていくだけ。ああでも結構ヒントいただきましたよね今。あ、わかりました、はい、じゃあそんな感じで私もじゃあ、はい、グランメール作っていきます。はい、はい、しっかりと見ておきますので、はい、頑張ってください。わかりました。まあ、ということで、うん、ちょっと名前のインパクトがすごい強かったんですけど、はい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 、構えたんですけど、うんうん、実は、まあ、フランスの家庭料理で、うん、まあ、その家庭ごとの味があって、なるほどね、そんなに作り方も複雑ではない、うんうん、ということなんです。ですから、まあ、聞いてみて、うん、まあね、作り方もさっきちょっとおっしゃられてましたけど、うん、そこまで。そうですよね、うん。なんか、日本でいう肉じゃがみたいなことさっき先生がおっしゃってたから、うんうんうん、なんかちょっとイメージがね、つきやすいというか。そうですよね。うん、気がしました。大ヒントもらったなと思って、これは自信を持って作りにかかったわけなんですが。はいはい、まずですね、今回の野菜たっぷり鶏のグランメール、はい、どんな材料を使うのかと言いますと、鶏もも肉、オリーブオイル、じゃがいも、人参、玉ねぎ、マッシュルーム、エリンギ、甘栗、ニンニク、タイム、ローリエ、これ二つはハーブですね、うん、で塩と黒胡椒ということで、まあ、あの、うん、タイムとハーブ、タイムとローリエのハーブはちょっとどういう使い方すればいいのか、うんうん、ハードルが高い気もするんですが、うんうん、その他はそこまで、なんかね、馴染みのあるね、そうなんです、食材ですよね、うん、カレーも作れそうって感じの材料ですよね、うんうん、なるほど。さあということで、はい、今回も私がですね、はい、レシピを見ずに材料だけを見て、うん、で今回はちょっとだけ作り方も聞いてから、はい、野菜たっぷり鶏のグランメールにチャレンジしてみました。鶏肉に下処理があることを聞いたんですけど、はい、皮を取るらしいんですよ。だから皮を剥ぐ、皮をなんか剥いじゃうんだ。えなんか皮を取って脂身を取って筋を切るって聞いたんで、はい、皮を剥ぐ。皮をでもめっちゃもったいないですよね、皮剥いだら。え、一応、まあ、ダイエットの時は皮剥いだ方がいいんですけどね。はい、いや、ってことはもったいないってことか。皮でも皮の栄養がございまして。本当ですか、じゃあやめとこう、はい、途中で危ないな。筋を取るんです。え、筋なんて取ったことないけどな。でも硬いところはあるっちゃあるから、これ切ろう。わかんない。これでいいのかな。あ、取れた、取れたね、筋。そうそうそう、取れました。これでも一個一個やっていくのめっちゃくちゃ、赤身のところとか黄色い油とか、はい、そういうところだけでいいですよ。全部全部やってたら多分肉がなくなっちゃう。あ、でもすごい結構筋があるんだ。あります。いや、私もも肉は本当に今まで避けてきてたんですよ。なんかもも肉って難しいじゃないですか。なんかよく使われてる割に結構なんだろう、皮とか筋とかいっぱいあって大変そうだなって思って。日頃は何の肉を。日頃はささみです。あ、いいですよね。そうです、うん、あと豚肉とか良質なタンパク質が取れるのでささみとか。そうですよね。でもも肉はなんかちょっとやや見た目がややこしいなと思って今まで。そうかもしれない。避けてきてたんですよ。まあでも一口大にじゃ切って、ただやっぱり旨味はすごいありますよね。そう、食べた時にやっぱ美味しいなって思うのがもも肉だからね。すごい思います。確かに。はい、ということでもも肉の下処理難しかったんですけど、うん、ちょっと面白かったな。見た目がややこしいって言って、ね、いやでもね、鶏肉ってね、いろんな部位言ってますけど、うん、まあ、一番ね、なんか皮もあるしね、どうなってんだお前っていうのがもも肉なんですよ。なるほど。でも、はい、教えてもらったら結構簡単にできて、でこの工程がすごい大事なんですよ。あ、なるほどね。すごいね、鶏肉が柔らかくなるんですね、うん、はいはいはい、でこれ難しいっていう方は、うん、料理バサミなんかを使ってザクザク切っていくといいですよと教えていただきました。はい、で手順としてはざっくり説明すると、うん、下処理をした鶏もも肉を焼いて、で一旦取り出して、で油とかを拭いたり整えたりして、で野菜を炒めます。
で、鶏もも肉を戻して煮込むといった感じで、うん、まあ、工程自体はすごく少なくて簡単なんですね。はいはい、うんうん、で、今回は、無水でというか、水なしで野菜の水分で煮込んで、なるほど、はい、美味しそう、いきます。まあ、しかし簡単ゆえにちゃんと鶏肉を下処理したり、うん、細かい作業を丁寧にやるということで、旨味が増すんだそうです。なるほど。はい。では、最後に改めて、烏田先生に今回の料理、野菜たっぷり鶏のグランメールのポイントをまとめてもらいました。まず食材のこだわり、どんなところにありましたか？まずオリーブオイルを使うっていうことですよね。オリーブオイルってオレイン酸がたっぷり入っているだけでなくて、抗酸化作用とかがあったり、まあ、腸内環境を整えてくれたりってことで、普通になんか飲まれる方もいるぐらい の、 いい油なんですね。まあ、取りすぎっていうのはやっぱり良くはないですけど、特にエキストラバージンオリーブオイルっていうのはもうそういった効果が高いので、お料理に使われるんだったらオリーブオイルっていうのがおすすめなんですね。で、それと今日は鶏肉のももを使わせていただきました。うまみもあって油も乗ってるのですごく美味しいんですけど、やはりお肉、鶏肉が持つ特有の臭みみたいなものを取るためには下処理っていうのがすごく大切になります。難しかったです。下処理が結構手間が、はい、ありました。手間っぽいんだけど、さっきみたいに料理バサミなんかでチョキチョキとやってもらえれば、包丁がまだ慣れてない方でも簡単にできるかなと思うのと、それとやっぱり塩、下、お塩ですね、先に下味をしっかりつけておくこと、そしてやっぱり柔らかくふっくらするためには、さっき言った繊維なんかをしっかり切って室温に戻すことが大切です。だから冷蔵庫からお肉取り出してすぐ調理すると硬くなっちゃいますよ。あ、そうなんですね。だから室温に戻すっていうことが大切なので、はい、ただまああまりね長い時間やっちゃうと肉傷んじゃうから、30分から1時間ぐらい室温に戻して冷蔵庫から出してね、それで調理するってことが大切になってくると思います。はい、わかりました。あともう一つ、はい、栗が今日入ってたんですけど、はい、これは珍しいですよね。私結構栗よく使うんですけど、栗って甘みが、自然な甘みがあって、特に今季節のものっていうのをやっぱり入れたかったので、グランメール風っていうのは、まあ、いろんなお野菜入れればいいと思うんですよ、旬の。だからその時々のものでいいんだけど、今回はやっぱりキノコもたっぷり季節ですし、それプラスアルファ栗が入ることによって、人間ちょっと甘みが入るとなんかコクが出たような感じに思うんですね。幸せ感が出る、はい、特に女子は芋栗なんて言って言いますから、はい、かります。そういうものがちょっとあるだけでなんかこうプロっぽい感じになりますし、ああいうもうむき栗だったら簡単でしょ。そうなんですよ、うん、そうだからむき栗だから、あ、これを料理に使っていいんだって驚きと簡単さにすごく嬉しいと思いました。全然フルーツだって使っていいし、普通の甘みの果糖とかでも全然お砂糖なんか入れなくても美味しく出来上がったりしますので、いろんなお料理に使ってみてください。わかりました。すごい、じゃあ今回のグランメールっていうのは名前はおしゃれで、はい、聞き覚えがない方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、なんかアレンジしやすいというか自分なりのものが作りやすいですね。だからまあどちらかというとグランメール風という感じで私は言うんですけど、まあいろんなものを日本の食材でもいいし、ご家庭の味を作られればいいかなと思います。はい、もうこだわりたっぷりのワインに合う一品を教えていただきました。で、先生が作ってくださったお手本を私が食べたんですが、もう私が作ったのとほぼ同じ手順だったにもかかわらず、うん、味が全然違ったんですよ。下処理のおかげで鶏肉がすごく柔らかいし、そっか、そうなんです。で、私これ知らなくって、実は水で煮込んじゃったんですね。あ、そしたらやっぱ味が薄くなっちゃって。なるほど。先生のは無水でやったんですけど、ギュッと野菜の旨味とかが凝縮されてて、美味しそう、美味しかったです。あと栗面白いですよね、甘栗ね、むき栗でしょ。そうなんです、あれ使うんだと思ってすごいびっくりしました。なんかね、すごいアクセントになってたんで、はい、よかったら皆さんも、今からの時期だったらクリスマスとかでも、風味がね、タイムとか使ってるんで、すごく、そうなんです、おしゃれなんで、合うと思います。なるほど。はい、ぜひ、作ってみてください。はい、で、今回はですね、簡単にさらっと、
お伝えしたんですが、はい、なんかいろんなテクニックとかコツとかがあったので驚くことがたくさんありました。が、人参の皮は栄養を残すために皮は剥かずに包丁で削るとか、あ、なるほど、そう、ハーブの正しい使い方、あ、そこ難しいですよね、そうとかもあったんで、そういったのが知りたい方はですね、ぜひYouTube でユイトムまたは欲張りヘルシープロジェクトと検索してみてください。詳しい調理方法が載っています。はい、また料理動画はフレッサ店内のデジタルサイネージでも流れるので、おうちご飯のメニューの参考にしてください。動画を見た、家で作ってみたという方は、ぜひ感想もお待ちしています。次回は今月の15日、肘山大学の学生のメニューをご紹介します。そしてお便りのコーナーなんですが、はいはい、アンチョビの使い道、ありがとうございます。一ノ倉さんからは、はい、バーニャカウダソースなどいかがでしょうか。あ、なるほど、はい、作り方が、剥いたニンニクを牛乳に浸して煮る、はい、これニンニクの臭み取りなんだそうです。なるほど。でニンニクが柔らかくなったら取り出して、軽く洗って牛乳の塊を取る、なるほど、ニンニクが柔らかくなったら取り出して牛乳の塊を取るってことか。塊を取る、牛乳の塊、牛乳のなんか固まった上の層みたいなのを取る、温めてるから、でオリーブ油にニンニクとアンチョビを入れて煮る、でニンニクの色が変わってきたら火を止めてミキサー等で混ぜる、で OK なんだそうです。なるほど。へえ。なんかすごい工程ですね、でも今ニンニクもうちにあるんですよ。あ、いいじゃないですか。これもね初めて買ったんです、ニンニク。今までチューブだけだったんですけど、使ってたのが。あ、なるほど。塊使ったことないってこと。やっぱね、あのプロの先生に料理教えてもらってると、ニンニクは必須なんですよね、これが。なるほどね。絶対出てくるんで。でチューブと全然なんか風味とか違いますよね。違うと思いますよ。うん。みんな分かってないけど、多分違うんだと思います。違う違う違う。はい。あとはですね、ラジオネームみやびんさんからは、僕は今日広島空港隣の中央森林公園に来ています、近くにドッグランもあり、愛犬を遊ばせています、天気がいいので気持ちいいですよ。この後、紅葉も見てこようと思っています、ということなんですけど、あの広島空港といえば、空の駅オーチャードが昨日オープンしたということで、なんか広島空港北側にフルーツがテーマのなんか商品販売所みたいなのができたそうで、はいはいはい、ニュースでもやってましたけど、美味しそうなものが、発天堂の限定商品とか、そうそうあったりして、行ってみたいなって思いました。いいですね。じゃあ行けますね、近くに。そうですね、ぜひあの立ち寄って、みやびんさんもよかったらね、足を運んで見ていただければと思います、お便りたくさんありがとうございます。ショコラジ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 。ふむふむウィンクのコーナーです。タウン情報誌ウィンクの今月号の情報をご紹介。今日はウィンク広島編集長椿さんに教えてもらいます、で今月号はですね、特集がおねだりパンということで、もう最高。ありがとうございます。パン大好きなんで本当にありがとうございます。ね、そうですよね。これが先週に続き、またできるっていうのが嬉しい、この話題が。ありがとうございます。はい、で今回のパン特集は、ウィンクさんがあったらいいなと思うパンを、今話題のパン屋さんに提案して実際にメニューにしてもらうっていう、いわゆるコラボパンですね。はい。で椿さんが今回統括されたんですよね。そうなんですよ。大変なこと結構あったんじゃないですか。そうですね、やっぱこれもう全今回紹介している全メニューがウィンクのために皆さんに作ってもらったコラボメニューなので、30何品ありますね。そうなんですよ。なんでやっぱもう通常の、あの動きよりも1ヶ月ぐらい前からお店を決めて、で、まずあのコラボをやってもらえますかってお願いに始まって、で今回ちょっとおねだりという形でそのウィンクからこういうの作ってもらえませんかっていう提案もあったので、それが作ってもらえるかどうかで、で OK ですよってなったらさらに今度はお店の方々に具体的なメニュー考案に入っていただいて、で、途中でこうちょっと確認しながら、こういうのどうですかとか、あ、いいですねとか、なんかそういう話もしながらという感じで進めていったので、動きがやっぱすごく細やかに。いやこれは絶対大変だろうけれども、
素晴らしい、ありがとうございます特集ですもん嬉しい本当に最高でも皆さん本当に力を入れて考えてくださったんで、うんうん、もう私たちもめちゃくちゃ嬉しかったです、でその中で椿さんが担当したのが、この、はい、そうですね、これ東広島にある、はい、ラパンさん、はい、これ味噌ノーブって、まあ、あの2号店の方なんですけど、もともと時計の方にお店があって、その2号店ができていまして、で今回そっちを紹介してるんですけど、はい、私もあのフランスパン生地とかが大好きで、もともとですね、で中でもこのラパンさん、あのオーナーさんがフランス人の方で、実際フランスであの、はい、勉強もされている方なので、その、まあ、フランスパンというか、まあ、フランス産の小麦を小麦粉を使った生地なんですよ、うん、で美味しいんです本当に。いや絶対美味しいなのでそのフランスパン生地使って何か作ってもらえませんかっていうふうにおねだりをしたところできたのが、はい、このイチジクとクルミの白あんパン。すごいですよね、イチジクと、うん、まあ、くるみまでは分かるんですけど、うん、それを白あんと組み合わせるっていうのがちょっと珍しいなって。だいたいこういうパン屋さんのあんパンってあのなんて黒い普通のあんこが多いじゃないですか、うん、白あんってやっぱ珍しいですよねっていう話と、うん、あとイチジクもよくパンには入ってたりするんですけど、はい、なんか白あんとの組み合わせがね新しい ありそうでなかったですね。そう感じで絶対合うと思います。そうなんですよ。であのイチジクがですね、ドライイチジクが入ってるんですけど、よくやっぱあの刻んで入ってること多いんですけど、はい、これイチジクゴロッと1個、まあ、だから中に2つ入ってるんですよ丸ごとが。わー丸ごとか。そうなので、そのイチジクのすごい食感と酸味もすごい感じられるし、はい、でさらにこのあんこ、これ特注のあんこだそうなんですけど、で白あんもそんなに、であとラム酒がちょっと効いてるんですよ。あー最高ですね。ちょっと大人の風味なんですね。そう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 、甘すぎず、はい、すごいバランスがめちゃくちゃ私好きでした。食べてみたいなって思いました。もちろんパン生地は最高に美味しいです。最高。そう、はい、で、うん、まあ、本当にこれも食べてみたいんですけど、はいはい、この特集を見て私、うん、もういても立ってもいられなくって、はい、実はですね今日の朝ですよ、はいはい、この放送の前に、うんうん、ワイルドマンベーグルさんに行ってきて、はい、これ中区にあるんですけど、そうですね、はい、そう自転車で行ける距離だったんでバーッと、走らせて嬉しい買ってできました。嬉しい。私食べたことなくって。本当ですか。そうなんですよ。これはもう私たちも本当に今、うん、みんなでどこ行くかっていうのすごい編集部内でも盛り上がってます。でもお店の前に本当に人が並んでて、うん、今日日曜日じゃないですか。そう大人気ですもんね。そうでお店に入ったら15種類ぐらいパンが並んでるんですけど、うん、その中でもこの、キャロットケーキベーグルっていうのを作ってもらったんですが、はい、これですね、はい、これだけ箱の中に入ってるんですね。お、はい、特別感があって、なるほど、うん、ちょっとね買ってきたんで食べましょう。やったー。もうねさっきから食べたすぎてハーハーなってたんですよ息遣いが荒くなって。こんなベーグル、そのキャロットケーキを再現したっていうことなんですけど、うん、そうですね、アメリカのねこうちょっとおなじみの、そう上にクリームもたっぷり乗ってて、そうなんですね、このクリームがあのあれです、クリームチーズとバターを合わせたものになっていて、ちょっといただきます、はい、うーん、やばいねクリームチーズ美味しい。美味しいですよね、うん、いただきます。うまっ。これベーグルパンがもう美味しい、ベーグルが美味しい、もっちもち、うん、うんうんうん、癖のない、うん、なんかムチムチなベーグルで、うん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 、でスパイスが結構効いてますね。そう、これすりおろしの人参と人参パウダーも入ってますし、はい、くるみ、あとシナモン、はい、シナモンクローブとか スパイス、うん、そういうの全部練り込ん で、はい、でクリームチーズとレーズンもさらに包んで間に挟んでて、そうそうそう、そうです。で上にさっきのクリームがナッツみたいな食感もするし、そうですね、レーズンで上にピーカンナッツもちょっとトッピングされているという、めちゃくちゃ美味しいわ。このクリームが乗ってるってなんかねパッと見、ほん、まあ、キャロットケーキっていうのもありますけど、ケーキっぽいビジュアルですし、そうなんですよね、ちょっと特別感があって、そうなんです、まあ、このウィングの中でもフォトジェニベーグルっていうので、うん、こうちょっと思わず写真撮りたくなるような、はい、あのベーグル作ってもらえませんかというお願いで作ってもらったやつでございます。これはハマるな、絶対もう一回買いに行くわ。もう本当に美味しいです。皆さんもぜひ、はい、気になる方はぜひぜひ入ってみてください、はい、ということでこのおねだりパン特集が載ったウィンクはですね書店コンビニで販売中ですので、はい、ぜひ手に取ってみてください。
さあこの時間はショコラジでは珍しいラジオカー中継がございます。はい、うん、はいはい、目の不自由な方へ音の出る信号機を合言葉に募金を呼びかける RCC ラジオチャリティーミュージックソンなんですが、募金の受付がいよいよ今日から、うん、はい、始まったということなんです。はい、募金箱が設置されている場所の一つ、夢タウン広島にラジオカーの宮本由紀さんがいます。呼んでみましょう。宮本さん、はーい、こんにちは。こんにちは。今私たちは広島市南区南町にあります夢タウン広島サウスコートに来ています。はい、今もねお客さんたち皆さんお買い物楽しんでいらっしゃいますよ。うん、こちらには大きな募金箱が設置されていまして、私の背丈よりも高い、まあ、2メートルほどある銀色と赤色の大きな募金箱で、うん、ここサウスコートのエスカレーター前に設置されています。うん、早速夢タウン広島の山本さんにお話を伺います。山本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。山本さん、今年もチャリティーミュージックソンの季節がやってきましたね。はい、今年もよろしくお願いいたします。泉では RCC さんがチャリティーミュージックソンに参加を始めた2008年から募金の協力をさせていただいておりまして、これまでの12年間に寄せていただいた募金額は2000万円を超えました。ご協力いただいた皆様には大変感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。2008年から12年間ということなんですけれど、今年は新たにこの大型の募金箱を設置されたんですよね。はい、今年は少しでも多くの方に募金をお願いするために、存在感のある大型募金箱を設置いたしました。はい、もちろんこれまで通りサービスカウンターにも募金箱を設置しているほか、店内各所に募金を呼びかけるポップも表示しております。ご来店の際はぜひご協力をお願いいたします。わかりました。そして夢タウン広島の店内ではパネル展示も始まりましたね。はい、今年もチャリティーミュージックソンについて知っていただくためのパネルを展示しています。これまでの歴史や募金で設置された信号機のことなどがよくわかると思います。ぜひご覧ください。わかりました。そして今後も様々な展開が予定されているんですよね。はい、15日からは夢タウン広島内のサウスコートに大型モニターを設置し、アナウンサーパーソナリティの皆さんからのメッセージを上映する予定です。はい、さらに RCC ラジオの特別番組が放送される12月24日、25日には特設の募金カウンターも設置予定です。夢タウン広島にお越しの際はお立ち寄りください。わかりました。 RCC ラジオチャリティーミュージックソンは今日から募金の受付が始まりました。ここ夢タウン広島をはじめ、広島県内の泉夢タウン、夢マート、レクトにもおなじみの耳のロゴマークが入った銀色と赤色の募金箱が設置されています。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。ということでこの時間は夢タウン広島の山本さんにお話を伺いました。山本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではスタジオにお返しします。はい、ありがとうございました。ラジオカーの宮本さんでした。ということでぜひ皆さんもご協力お願いいたします。うん、はい、募金方法ですが、RCC ラジオチャリティーミュージックソンは、今日から来年1月の31日まで募金を受け付けています。RCC 本社受付、広島県内の夢タウン、夢マート、レクトにある募金箱のほか、広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫、広島市信用組合の各店では、明日の2日から手数料無料で振り込みができます。そして今年は新型コロナウイルスの感染拡大を予防する新しい生活様式に対応するため、キャッシュレスによる募金も受け付けています。詳しくは RCC のホームページをご覧ください。今年のメインパーソナリティは本名正則アナウンサーと横山裕二アナウンサー。クリスマスイブの正午からはお二人を中心に24時間の特別番組で、番組を生放送でお届けします。ぜひお楽しみにしてください。ツイッターでもたくさんさっきの中継を聞いて反応がありまして、はい、うん、はい、リュウ君ラブさんから、はい、さっきまさに20日1点にて心ばかりの募金してきました、 とか、うん、ヒーロさんからも夢タウン来週行くかなって、うん、はい、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。はい、
そして今日はハロウィンのお話をしましたが、うん、はい、宮島じかさんからは、はい、数年前の今の時期、うん、魔女の格好をした子供が2人でいきなり家に来て、お菓子をくれないと帰らないぞって言われたことがあります、うん、急いで家のお菓子置き場を見に行きましたが、古いせんべいぐらいしかなく、しぶしぶお取引いただきましたかわいそう、 UFO も絶対勇気ったということで、この後も素敵な日曜日を送りください。アナウンサーの淵上咲と椿みのりがお送りしました。ありがとうございました。